今回ですけどもお正月ということで、福袋詰め放題など、購入したものを動画にしたいと思います。普通に購入したものではつまらないので、少しボンビー的な、ボンビー根性を出しまして、各詰め放題の方を挑戦しております。まだですね結果の方は確認してないので、こちら撮影しながら見てみたいと思います。詰め放題の方は全部で6種類となります。いろいろね出歩いて、挑戦しておりますので、一箇所で挑戦したわけではございません。では早速ね、広げて見てみたいと思います。はい、ではまずね、こちらとなります。タオルの詰め放題ですね。まあ、一応ですねこの袋いっぱいにね入れた分だけ OK なのですが、こんな感じでねレジの方に持っていきました。完全にはね入りきってないですが、何もね、言われてはおりません。ではこちらの方ね開けてみたいと思います。はい、こんな感じとなります。じゃあね、数の方数えてみたいと思います。数の方がですね、通常のサイズのフェイスタオルが、19枚、あとですね、バスタオルが1枚で、合計20枚入りました。こんな感じとなります。20枚で、1000円となりますので、安いと思います。はい、では次こちらですね、入浴剤となります。で、こちらの方ね、開けてみたいと思います。こちら価格の方はね、300円となっております。結構なっておりますね。はい、ではこちらね、数の方数えてみたいと思います。はい、こんな感じとなります。入浴剤の方がですね、41個ですね、41個入りまして、こちらね価格の方が300円となります。こちらもね激安ですね。かなりね得した感じがします。はい、では次ですね、こちらフルグラの詰め放題1000円となります。では早速ね数の方数えてみたいと思います。はい、全部でね、こんな感じとなります。1、2、3。はい、全部でですね、フルグラ1食分 50g 入りの袋が30袋ありますね。こちらで1000円となります。こちらね、だいぶお得なようなね、感じがしますね。1袋ね、33円ですか。安いですね。はい、では次ですね、フリーズドライの詰め放題となります。こちらも1000円となります。はい、フリーズドライの方ね、こんな感じとなります。なんかこちら美味しそうに見えますね。いいですね。数の方が、30個ですね。フリーズドライの方が、30個で、1000円となります。こちらもね、だいぶね得したような感じがします。安いですね。はい、では次ですね、こちら小袋スナックの詰め放題となります。こちら500円となります。こちらもだいぶ入ってますね。見るからになんかね安いような感じがします。
い、こんな感じとなります。こちらも結構な量ありますね。27袋ですね。こちら小袋スナックの方が27袋で500円となります。まあ1袋ね20円割ってるんでね、かなりね安いと思います。やばい、もう置くとこがなくなってきましたね。はい、ではこちらですね、ブルボンのプチ詰め放題1000円となります。でこちらね最後の詰め放題となります。はい、ではですね、ブルボンのプチシリーズの詰め放題1000円が、こちらとなります。全部でね42本ありましたね。42個ですね、だいぶ入ったと思います。こちらもねこれで1000円ですのでね、激安だと思います。はい、ではね全部見てみます。全部並べると、こんな感じとなります。すごい量ですね。はい、ではこちらですね、詰め放題6種類で、合計金額が4800円となります。4800円に、消費税となります。こんだけの量でね、5000円切ってるんでね、まあ、消費税入れてだいたい5000円くらいですよね、めちゃくちゃね、安いと思います。はい、あとはですね、大したものないかもしれないですが、簡単にね紹介して終わりにしたいと思います。まずですね、辛ラーメン20パックですね、こちらがね1398円です。まあ普通にねスーパーで買うよりね全然安いと思ったので、購入しました。はい、次ですね、まあ、こちらもね、シャンプーですね。はい、こちらね、6本入りで、1000円となります。まあ比較的ね、安いと思ったのでね、購入してみました。はい、では次ね、こちらの靴となります。はい、こちらですね、アディダスの、クエスターライドですね。ランニングシューズですかね、アディダスの、ランニングシューズクエスターライド、こちらが1890円ですね。1890円、まあね、特にね必要としてなかったんですが、あまりにも安いのでね、衝動買いしてしまいました。はい、では次こちらですね、電気屋さんのね広告に載ってたものとなります。ブラウンのシェーバーと、電動歯ブラシと、電動音波歯ブラシと、あと鼻毛カッターですね。こちら3点セットで、5000円となります。安いんですかね、まあ多分ね安いとは思うのですが、まあ、値段の方はねよく調べてないのでね、正確には分かりません。はい、次ですね、こちらオムロンの体重計ですね、体スキャン212、こちらですね、2048円となります。まあ、おそらくね安いと思ったので、こちらもね衝動買いとなります。はい、ではこちら最後ですね、シスマックスの、システムマルチボックス、12、ちょっとね便利かなと思ってね、こちらも衝動買いとなります。こちらがですね、2298円ですね。こちらもなんかね、こちらはね私の中ではねかなり安いと思いました。この手のものね2000円程度ではね買えないと思うのでいいと思います。はい、こんな感じで私がお正月に購入したものとなります。特に大したものは買ってないですが、お得感を味わえるものを購入できたと思います。今回の動画は以上です。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。